ここでは、展開系ゲームを戦略系ゲームに変換するということについて学びます。これは一般の展開系ゲームを解く上で、非常に重要なポイントとなります。この一つ前の講義で、すべての戦略系ゲームは不完全情報の展開系ゲームとして表現できるということを学びました。ここでは反対に、すべての展開系ゲームが戦略系ゲームにも変換できるんだということについて学びます。これどうやってやるかというのはこれから勉強していくわけですけれども、基本的には各プレイヤーは展開系ゲームであってもですね、相手の行動を見てからどうしようかなって行動を決めるんではなくって、ゲームが始まる前に相手がああいう行動をしたら自分はこうしよう、相手がこういう行動をしたら自分はこうしよう、相手がこうしてこうしたら自分はああしようっていうふうに、全ての場合にどうするかをゲームが始まる前に考えておくということなんですね。で、そうすれば戦略系ゲームに変換できるだろうということです。何かゲームやるときも、相手が何か指してき、例えば将棋をやるときも、相手が何か手を指してからどうしようかって考えるんではなくて、相手がこういう手を指してきたら自分はこうしよう、相手はこういう手を指してきたら自分はこうしようっていうふうに考えておくということですね。で、ゲーム理論の場合は、それをゲームが始まる前に全部考えておけばいいだろうと。賢いプレイヤーを考えているので、全部考えておけばいいだろうというふうに考えるわけです。そうすると、各プレイヤーはゲームが始まる前にもうどの時に何をするかを考える。相手も考える。で、問題は相手がどういうふうに考えているかを考えて、自分がどうするかを考えるわけですから、これ戦略系ゲームと同じになるというふうに考えられるわけです。この完全情報展開系ゲームを例にして考えていきたいと思います。このゲームは最初にセレブが A の駅か B の駅かを選び、ファミモはそれを見て、セレブが何を選んだかが分かってから A か B かを選ぶような、そういったゲームですね。セレブはこの V1 で A か B かを選ぶということになります。これに対してファミモは、セレブが A か B かを選んだのを見てからどうするかを決めるわけですが、しかしゲームが始まる前に、セレブがもし A を選んできたら自分は A の駅を選ぼう、セレブが B の駅を選んだら自分は B の駅を選ぼうというふうに、セレブが行動したのを見なくても V2 と V3 でそれぞれどういう行動を選択するかということをゲームが始まる前に考えておくことができるし、相手の行動を見てからではなくて、そのように全ての場合について考えておくということが、賢い行動であろうというふうに言えます。実は展開系ゲームで選ぶものは戦略と呼ばないで行動というふうに呼んでいたんですけれども、完全情報展開系ゲームでは、すべてのプレイヤーがありとあらゆる点、ありとあらゆる起こりうる場合にどの行動を選ぶかをあらかじめ決めておくのが、賢い行動であるし、プレイヤーはそうするだろうというふうに考えることができます。これをですね、実は完全情報展開系ゲームの戦略と呼ぶことにします。先ほどのゲームの場合、セレブはもう A を選ぶか B を選ぶかということしか戦略はないんですけれども、ファミモの戦略ですが、これは V2 と V3 でそれぞれ何を選ぶかを決めることを戦略と呼ぶと考えます。そうすると、実は戦略はここに書いているような4つの戦略を考えることができるんですね。ここで括弧の左側には V2 で何を選ぶか、括弧の右側では V3 で何を選ぶかを書いているとします。A 駅、A 駅と書いているものは V2 で A 駅を選び、 V3 でも A 駅を選ぶようなファミモの戦略。A 駅、B 駅は
V2 で A の駅を選んで V3 で B 駅を選ぶようなファミモの戦略というふうに考えると、ファミモの戦略はここに示されたような4つの戦略があるということがわかります。これはその4つの戦略を図に表したものです。 AA という戦略はここでファミモは A を選んで、ここでファミモは A を選ぶ。 AB という戦略はファミモはここで A を選び、ここでは B を選ぶという戦略。 BA はファミモはここで B を選んで、ここで A を選ぶという戦略。 BB という戦略はここでもここでも B を選ぶという戦略というふうにファミモの戦略を考えておきます。ファミモはゲームにおいてはこの4つしか取るべき行動はありませんし、まあ、これ以外にはまあ選ぶものはありません。ですのでゲームが始まる前にこの4つのどれが一番いいのかなっていうことを考えておけば、別にセレブがあの A と B のどっちかを選んだのを見なくても、あの自分の一番良い行動を考えることができるはずですね。ですからこれをファミモの戦略と呼びましょうということです。でこのように考えると、展開系ゲームも実は相手の行動を見てからではなくて、相手の行動を見る前、ゲームが始まる前にもう起こりうるあらゆるところで自分はどういう行動をするのかということを考えておけばいいということになります。これを戦略というふうにここで考えるわけです。戦略と考えるのは意味があって、実はそういうふうに考えるとゲームが始まる前にそれを自分は考えることになるわけです。で、その時相手がどうするかっていうことも考えなきゃいけない。相手も、自分がどうするかということを考えながら、起こりうるあらゆるところで何をするかということを考えておけばいいと、こういうことになるわけですね。したがって、このような完全情報の展開系ゲームは、どの意思決定点でどの行動を選ぶかという今言った戦略をゲームが始まる前にみんな一生懸命考えて、えいと決めれば、あとはもうゲームが始まってからはその戦略に粛々と従うというふうに考えると、同時に戦略を考える戦略系ゲームというふうに考えることができるわけです。でこのように考えることで完全情報展開系ゲームを戦略系ゲームに変換することができるというわけです。それでは実際にこの完全情報の展開系ゲームを戦略系ゲームに変換してみましょう。つまり利得行列を作ってみましょう。まず利得行列のプレイヤーと戦略を並べて枠を作ってしまいましょう。戦略というのはもう一度復習すると、各プレイヤーが全ての意思決定点で何を選ぶかを列挙したものになります。セレブは A と B のどちらを選ぶかなので簡単です。ファミモは先ほど見たように AA、AB、BA、BB という4つの戦略がありますね。 AA というのはファミモはこの点で A を選び、この点でも A を選ぶというような戦略を表しているわけです。枠組みが決まったら次は利得を書き入れることになります。ここですね、セレブが A を選んでファミモが AA を選んだ時の利得ですね、300-300になります。なぜかというと、ここにセレブが A、 ファミモが AA を選んだ時の戦略を書き込んでみましょう。セレブが A を選び、ファミモが AA を選ぶということは、この点で A、 この点で A を選ぶということになりますから、結局ゲームの結果はセレブが A を選んで、そしてファミモがそこで A を選ぶという結果になるので、利得は300-300ですね。600のお客さんを半分ずつ分け合うということで、ここが300-300という結果になるわけです。このようにですね、各プレイヤーの戦略を全部書き込むと、どの点で何を選ぶかが全部決まってきますから、最初の初期点と呼ばれるところからプレイヤーが順番にどの行動を選ぶかという列がこう出来上がるんですね。この初期点から終点までの一本の道を経路というふうに呼びます。この経路
が起きる結果に対応するわけです。もしくはこの経路の一番最後にある終点が起きる結果に対応しているんですね。この終点に対応する利得の組を利得行列に書き入れるということになります。この時ファミモが AA を選ぶと言ってもですね、セレブが A を選ぶと、ファミモがその時に関係する行動はこの左側のところだけなんですね。括弧の左側のところ。右側はセレブが B を選んだ時の行動を示していますから、セレブが A を選んだ時にはこの右側に何かが書いてあっても関係なくて、左側だけで結果が決まっていくということに注意しておいてください。セレブが A を選んだ時は、ファミモの選んだものの括弧の左側しか結果に影響しません。それでは同様にもう一つ考えてみましょう。今度はセレブが B を選んで、ファミモが AA を選んだこの部分ですね。図に書き込むと、セレブが B を選んで、ファミモが AA を選ぶというのはこのような戦略を選んでいることになります。そうすると結果的には、セレブが B を選んでファミモが A を選ぶので、お互いの利得は400と600になります。したがってこの部分には400と600ということで、こうですね、400と600が書かれるというわけですね。このようにセレブが B の駅を選んだときは、ファミモの AA の右側しか結果に影響を及ぼしませんね。セレブが A を選んだときの行動、B を選んだときの行動が左と右に書いてあるので、セレブがもし B を選んだら、この右側だけが結果に影響するんだということに注意してください。それではしつこいけどもう一丁やってみましょうか。セレブが A を選んでファミモが AB を選んだ時を考えてみましょう。セレブが A を選んでファミモが AB を選ぶとなると、結果的にはセレブが A を選んでファミモも A を選ぶということで、300、300という結果になるわけです。したがってここのところには、300、300というような結果になるわけです。今下に出てきたように、セレブが A を選ぶときは、ファミモの AA と AB は同じ結果になるんですね。AA と AB の違いは、ここで A を選ぶか B を選ぶかですが、セレブが A を選んだときは、ファミモの括弧の左側、ここで何を選ぶかしか影響しないので、A をセレブが選んだときは、AA も AB も同じ結果になっていて、300、300という形になるわけです。これはですね、戦略の組み合わせが違っても、結果、この経路と呼ばれるものですね、この初期点から終わりまで行く道筋が同じになることはある。つまり、どこで何を選ぶかということがちょっと違っていても、結果として最初から最後まで何を選ぶかは同じになることがあるということです。なぜならば、この最初から最後まで何が選ばれるかというところとは関係ない場所で何が選ばれるかというものが違ってくることがあるからなんですね。このような形で全ての組み合わせに対して、結果を求め、利得を書き入れることで、利得行列をこのように完成させることができます。完成したものこういうふうになるんですけど、これ見ながらもう一回、復習してみると、もしセレブが A、ファミモが AB、ここですね、選んだときは、こうですね。ファミモは、セレブが A を選んだら A、B を選んだら B を選ぶと言ってるわけです。で、セレブが実際に A を選べば、ファミモは A を選ぶので、AA という結果になって、600人のお客さんを300、300で分け合うという、こういう結果になっているということであります。しつこいようですけども、AB の左側しか影響しないということに注意してください。さて、ここまでは完全情報の展開系ゲームについてお話ししてきたんですが、ここからは不完全情報の展開系ゲームについて学んでいきます。
このゲームは不完全情報で、ファミモは V2 と V3 のどちらで、意思決定しているかがわからないので、このような情報集合によって V2 と V3 がグループ化されています。言い換えると、ファミモはセレブが A の駅を選んだか B の駅を選んだかがわからない状態で意思決定をするわけですね。このような状態では、ファミモは V2 と V3 で異なるコードを選ぶことができないわけですね。普通にバックワードインダクションみたいなものをしようとすると、こう V2 では300と400で B、V3 では600と200ですから A を選びたいので、BA みたいなものを選ぶと良さそうで、実際完全情報ゲームでは BA という戦略があったわけですけれども、不完全情報ゲームでは V2 と V3 のどちらにいるかファミモがわからないということは、 V2 と V3 で異なるコードを選ぶことができないわけです。完全情報ではない一般の展開系ゲームでは、このように意思決定点ごとにコードを選ぶことはできません。V2 と V3 のどっちにいるかわからないということは、この V2 と V3 では同じコードを選ぶしかない。言い換えると、一つの情報集合について一つのコードを選ぶということしかできないわけです。このことから、完全情報の展開系ゲームでは、すべての点で何を選ぶかを戦略だと考えたわけですが、完全情報ではない一般の展開系ゲームでは、各プレイヤーの戦略とは、すべての情報集合において、どのコードを選ぶかを全部列挙したものを戦略であるというふうに考えるわけです。例えばこのゲームの場合は、セレブの戦略は A と B のどちらかを選ぶかであり、ファミモはこの情報集合で A を選ぶか B を選ぶかという2つの戦略しかないと考えることができるわけです。各情報集合でどのコードを選ぶか、点ではなく各情報集合で何を選ぶかがプレイヤーの戦略だということは、この一般の展開系ゲームを考えるときにとても重要な考え方になります。まとめますと、展開系ゲームの戦略とは、すべての情報集合でどのコードを選ぶかをすべて列挙したものだということになるわけです。完全情報は、各点で、不完全情報は各情報集合でということになりますが、完全情報の場合、一つの情報集合に一つの点になっているわけですから、各点でということは、各情報集合で何を選ぶかということと同じですね。したがって、完全情報、不完全情報という区別なくですね、展開ゲームの戦略とは、すべての情報集合でどのコードを選ぶかを全部列挙したものなんだというふうに言うことができるわけです。では、このゲームを、それに従って戦略系ゲームに変換してみましょう。セレブの戦略は A と B のどちらを選ぶかですけども、ファミモの戦略はこの情報集合で A を選ぶか、この情報集合で B を選ぶかの2つですね。A と B、この2つになるわけです。展開系ゲームを戦略系ゲームに変換する方法をまとめてみますと、完全情報の時とほとんど同じで、まず各プレイヤーに対してすべての情報集合で何を選ぶかを、全部列挙したものをですね、戦略と考えて、プレイヤーと戦略で利得行列の枠組みを作ってやります。そして、各プレイヤーの戦略の組み合わせを決める、つまりすべてのプレイヤーの戦略を1つずつ決めてやると、初期点から終点までの実現する終点が1つ決まるんですね。その終点に対応する利得が、その戦略の組に対応する利得となります。これをすべての戦略の組に対して考えると、利得行列が完成するわけです。実際にやってみると、実はこれ簡単で、 A は300、300、 AB は600、400というふうになって、このような利得行列ができるんですが、これは
元々の戦略系ゲームであります。つまりですね、先ほどのゲームというのは、このゲームを展開系ゲームに直したということですから、それを戦略系ゲームに戻すと、元のものが出てくると、こういうふうなわけですね。まとめると、このような形になるので、よく読んでおいてください。ちょっと分かったような、分かんないようなところがあると思うので、ここでは演習をしながらですね、一般の展開系ゲームを戦略系ゲームに変換する練習をしてみましょう。演習となるのは、前回出てきたこのゲームですね。A 君と B 子のゲームですね。どういうゲームだったか復習すると、まず A 君は、前日の夜に、B 子さんと喧嘩するんですけども、講義に出るか、家に行くか、元の彼女の家に行くか、3つのうちのどれか1つを選ぶわけです。で、講義に来たときは B 子さんは講義に出てるので分かるんですね。で、B 子さんは講義に出てきた A 君を見ると、彼に昨日の喧嘩を謝るか、謝らないかを選ぶわけです。一方、A 君が家にいるか、元カノの家に行った場合には、講義に出ていないので、どちらを選んだかが B 子さんには分からないわけです。したがって、この V2 と V3 の点は、一つの情報集合にこのようにまとめられているわけですね。この情報集合において、 B 子さんは電話をするか電話をしないかを決めなければいけない。こういったゲームであります。このゲームを戦略系ゲームに変換してみましょうということです。途中までちょっと一緒にやってみましょう。まず、ステップ1として、利得行列の枠を作ってみます。利得行列の枠ではですね、すべての情報集合で何をしたかを列挙していくということになるわけですね。で、A 君の戦略はもう一つの情報集合に一つの点しかありませんから、家にいるか、元カノの家に行くか、講義に行くかの3つの戦略ですから、A 君は家、元カノ、講義というふうに3つの戦略がここに出てくるわけです。問題は B 子さんの戦略ですね。一般の展開系ゲームでは、一つの情報集合に一つの行動を選ぶ。そして全ての情報集合で何を選ぶかを全部列挙することで戦略となります。したがって B 子さんは、ここの情報集合で何を選ぶかと、ここの情報集合で何を選ぶかを列挙したものが戦略になるわけです。一つの戦略は、ここでは電話して、ここでは謝るという戦略で、これを電話謝るというふうに、括弧の左側にはこの情報集合での行動、括弧の右側にはこの情報集合での戦略を書くということにしましょう。で、戦略は4つあって、ここで電話して、ここで謝らない、電話非謝と、ここで電話しないで、ここで謝る、非電話謝ると、ここでは電話しなくて、ここでも謝らない、非電話、非謝と4つあって、このような枠組みで利得行列が書かれるということになるわけです。このようにして利得行列の枠が完成するわけですね。次に、プレイヤーの利得をここの利得行列に書いていくわけですね。一つだけ例を挙げてみましょう。すべてのプレイヤーの戦略が一つずつ決まる。つまり戦略の組み合わせが決まると、それをこの元の図に書き込めば、初期点から終点までの一つの道筋、経路が決まり、実現する終点が一つ決まるわけです。この終点に対応する利得が、その戦略の組みに対応する利得になるわけですね。例えば A 君が元カノの家にいるのを選び、 B 子さんが電話で謝らない、電話非謝というものを選んだとき。この場合、それをここに書き込むと、A 君は元カノの家に行っていて、B 子さんはこの情報集合では電話を選び、この情報集合では謝らないを選ぶという形になるわけです。ポイントは、一つの情報集合では同じ行動を全部の点で選ばなければいけない。一つの情報集合で一つの行動を選ぶということですから、
この B 子さんの左側の電話という行動は、この V2 でも V3 でも両方で電話するという行動を選んでいるということですね。情報集合の中の点は識別できませんから、この点ごとに別々の行動を選ぶことはできないわけですね。で、このように選んだ戦略の組み合わせを書き込むと、まあ、結果として A 君が元カノの家に行って B 子さんは電話をするという結果になるということが分かります。この利得はマイナス3マイナス3ですから、まあ、このマイナス3マイナス3をここに書き込むと、こういう形になるわけです。このように書き込むと、まあ、このような形で、利得行列が作ることができます。残りの利得行列については、皆さんに埋めていただくとしましょう。演習では、まあ、このような形で、ABCDEFGH に何が入るかを書きましょうというふうになっているんですけれども、まあ、練習をするためにはちょっと時間を多めに取りますから、ABCDEFGH と必要なところだけではなくて、利得行列全部を作るんだという感じで頑張って練習してみましょう。それでは、YouTube を見ている方はここで一旦動画を止め、授業の方はですね、ここで一旦動画私の方で止めますので、その間に演習をしてみてください。それではどうぞ。はい、皆さんいかがでしたか？ここが AB だったかな？ここが CD で、ここが EF で、ここが GH だったかな？どうですか？合ってましたか？まあ、A 君と B 君のゲーム、こういうふうになって、利得行列が完成しますね。A 君は元カノの家に行ってしまうんですかね？早くゲームを解いてみたいんですけども、まあ、それは、次の講義になりますね。もう一つ演習してみましょう。これはですね、最も単純な、展開系ゲームと言われていて、まずプレイヤーの1が U か D を選びます。で、D を選ぶとゲームはおしまいで、24というふうに利得が決まります。左側がプレイヤー1の利得で、右側がプレイヤー2の利得ですね。で、プレイヤー1が U を選ぶと、初めてプレイヤーの2はここで選ぶ権利が与えられて、L を選べば32、R を選べば11です。このゲームを戦略系ゲームに直してみましょう。動画を見てる人は一旦止めて、授業の人は、これから私動画止めますので、その間にやってみましょう。それではどうぞ。はい、こんな感じですね。どうでしたか？プレイヤーの1が D を選ぶと、これプレイヤーの2が L を選んでも R を選んでも24という結果がもう確定しますので、ここはね、どちらも24なんです。これに対してプレイヤーの1が U を選んだ時は、プレイヤーの2が L を選べば32で、プレイヤーの2が R を選べば11と、こういうふうになるわけです。以上、展開系ゲームを戦略系ゲームに変換するということを、まあ、演習も交えながら学んでみました。これとても重要な部分です。よく復習しておいてください。次はこれをどう解くかという問題について考えていきます。